山口は不器用だ。ストーリー、岩田純平。出演、内田千佳。山口は不器用だ。自分、不器用ですから、という自覚もないくらい。例えば、切符を自動改札に入れ損ねる。不器用だから。それでよく後ろの人に足を踏まれてる。踏まれてるのにいつも山口が謝っている。口癖なんだ、すみませんが。線路の上によく物を落とす。何度も落とすものだから本人も慣れっこで、勝手に落とし物を拾う棒を取り出して拾おうとするんだけど、その棒まで落としてる。自動販売機でも小銭がうまく入れられない。何度かジュースが買えても今度はプルタブが開けられない。不器用な上にいつも深爪だから。ああ、不器用だからつい深爪しちゃうんだろう。ゆで卵の殻も満足に剥けない。コンビニのおにぎりも上手に剥けない。 CD の包みも開封口のリボンがうまくつかめず開けられない。飛行機の救命胴衣もきっと一人だけ膨らませられないんだろうな。かわいそう。ナムナム。ラーメンのレンゲはすぐ器の中に落とす。枝豆は必ず一粒落とす。四粒入ってる鞘だと二粒落とすこともある。携帯でおの字を打つのにあ行を何周もぐるぐるやってる。一つ押しすぎて小さいあになっちゃって、またもう一周して行きすぎて、だからメールの返信は遅いし短い。最初の頃は嫌われてるんじゃないかと思ったくらい。不器用だから告白される時もすぐ分かった。明らかにいつもと違う空気、緊張感。告白中も沈黙が多いし、私が意地悪く「で?」とか言うと「うー」とかなっちゃってそれはそれでちょっとおかしかった。結局告白されたのかどうか、うやむやのまま告白は終わり、私たちは何もなかったように今まで通り過ごしてる。不器用だからネックレスの金具が外せないんだろうな。ブラのホックも外せないんだろうな。あれとかもすぐつけられないんだろうな。そんなこともたまに想像してみるけど、その時の精神状態によって、まあそれもいいかなと思ったり、やっぱり山口はないなって思ったり。そんな山口が最近なぜか告白されたらしい。すごく熱烈に。不思議だ。でもこう言ったんだそうだ。彼女はいないけど好きな人がいるので、今お付き合いすることはできません。すみません、不器用で。その話をした後、山口は私の方を見てぎこちなく微笑んだ。山口は不器用だ。よく言えば正直だ。正確に言えばバカ正直だ。というか正直バカだ。そっか、バカだったんだ。私は小さくバーカとつぶやいて、なんとなく山口の手を握った。